シリア出身の元サッカー選手。ポジションは MFDF。セビージャのカンテラ出身で2003から2004シーズンにトップチームデビュー。2006年4月27日に行われた UEFA カップ準決勝シャルケレー4戦ではゴールを挙げ、セビージャを史上初の UEFA カップ決勝に進出させた。その後にシーズンの間に5つのタイトルを獲得した。 セビージャの中心選手となった。スペイン U-21 代表経験がある。2006年10月には A 代表に初招集され、10月7日のユーロ2008予選スウェーデン戦で代表デビューした。また、レアルマドリードやマンチェスターユナイテッド、アーセナルといったクラブがプエルタの獲得に興味を示していると報道された。順風満帆であったが二千七年八月十五日、 プエルタは、サンチェスピスフアンで行われた2007から2008、シーズン開幕戦のヘタフェ CF 戦で、前半35分に、ピッチで突然意識を失うアクシデントに見舞われた。その場で行われた治療で意識を取り戻したプエルタは、立ち上がって、自分の足で、ロッカールームへ向かったがそこで再び倒れ、セビリア市内の病院に搬送された。 ICU で治療を受けたものの、意識を取り戻してから再び心不全を起こすなどして、幾度か心肺機能停止状態となり、これによる脳へのダメージなども考えられるなど、極めて予断を許さない状況となっていた。セビージャ FC と同じアンダルシア州セビリアに本拠を置き、普段は激しく対立することからリング有数のライバル関係とされるベティスにもこの波紋は広がっていた。 8月26日、林券のウェルバで行われた、レクレアティボ母では4000人ほどのファンがプエルタの回復を願う一文字を作り出し、試合後に選手たちはプエルタの入院先へ駆けつけていた。また、ベティス首脳陣も公にプエルタへの応援の態度を表した。ライバル関係さえ超えて、スペイン中が回復を願ったものの、 スペイン時間の8月28日14時過ぎに、懸命の治療の会なく、死亡が確認された。前途有望とされていたプエルタのわずか22歳での死は、世界中にショックを与えた。医師はその死の原因が、特発性拡張型心筋症の一種で、不正脈原性薄質心筋症と呼ばれる遺伝や、突然変異等によって起こる、心臓疾患であったことを明らかにしている。 事実、プエルタは、以前も練習中と試合中の二度にわたって気を失ったことがあった。しかし、都度行われていた検査では、異常が見られず経過観察となっていた。遺体は28日深夜にサンチェスピスファンに運ばれ、安置されたが、深夜にもかかわらず、5000人ものセビージャとベティスのファンが、プエルタを迎えた。翌29日は、 約2万人もの人々が弔問に詰めかけている。また、ライバルチームであるベティスをはじめとしたリーガエスパニョーラに、所属する各クラブの公式 HP、スペインの主要スポーツ紙の HP でも、模証を表示し、哀悼の記事が掲載された。セビージャの本拠地である、サンチェスピスフアンでの試合では、現在でもプエルタの背番号になぞらえた前半16分に、必ず、 プエルタの応援歌が歌われている。プエルタの父親は、ベティスのカンテラでプレーしていた。しかし、プエルタ自身は、ネッカラのセビジスタで、セビージャダービーを前にした、際のインタビューで、ベティコの友人はいないと言い切ったほどである。プエルタの死の約2ヶ月後に生まれた息子に初めは、アイトールとつける予定だったが、父のアントニオを受け継ぐことが決まった。 背番号16は、息子のアントニオが18歳になるまで欠番になるようにしようとしたが、リーガからの許可が下りなかった。2008年6月30日、ユーロ2008を制したスペイン代表は、試合後、皆ユニフォーム姿だったが、セルフィオラモスだけはユニフォームを脱ぎ、顔写真といつも一緒にいるの、メッセージ入りの白い T シャツを着ていた。背中には、背番号15、 顔写真は先に亡くなったアントニオ・プエルタのものだった。スペイン代表が初優勝を果たした 2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の表彰セレモニーでもセルフィオ・ラモスは上記の T シャツを着ている。またヘッススナバスが試合中に着用していたアンダーシャツにも手書きと思われる同様のメッセージが書き込まれていた。ありがとうございます。